株式会社東方システムサイエンス代表取締役社長の小坂です。本日は当社の IR セミナーにご参加をくださり、誠にありがとうございます。また、日頃より多大なるご支援、ご協力を賜り、重ねて御礼を申し上げます。本セミナーを通じて、より多くの方々が当社に興味を持っていただければ幸いです。それでは早速、個人投資家向け IR セミナーを開始いたします。目次はご覧の通りです。この流れに沿ってご説明をいたします。はじめに当社の変遷をご理解いただきたく、まずはコーポレートムービーからご覧ください。IT、 それは技術のためでなく人のために、フロンティアを開く、夢や思いを形にする。真面目に、愚直に、お客様のことを見つめ、考え、歩み続けてきた。真に役立つ情報技術を提供するために、生命保険、損害保険、証券、銀行など金融関係のシステムを基軸に、通信、放送といった社会インフラを支えるシステムにも範囲を広げ、事業を展開。そして今、これまで培ってきた高い IT 技術力、業務に精通した豊富な知見、確かな品質、高度、大型案件を担うマネジメント力などを強みに、さらなる進化を目指して、トラディショナル IT ビジネスの拡大、多様なお客様に価値を提供するために、デジタル IT ビジネスの推進、お客様のビジネスを進化させるために、クリエイト IT ビジネスの確立、社会課題の解決に貢献するために、経営基盤の強化、最大のパフォーマンスを発揮するために、変化を恐れず、挑戦を厭わず、対話を重ね、協調、競争する、すべてを楽しみながら、もっと人のために、もっとお客様のために、私たちは立ち止まらない。お客様が求める価値を共に創造し実現する企業、東方システムサイエンス。続いて、当社が目指す姿とサービス実績についてご説明をいたします。当社はスローガンとして、お客様と共に未来を作るというフレーズを掲げております。そして、ビジョンには、なぜ我々が存在するのか、また、経営方針では具体的に何をする会社なのかということを示しております。さらに、行動指針として、我々が仕事をする上で大切にしている姿勢や価値観を掲げており、これらが当社の目指す姿です。当社は持続可能な未来社会の構築に向け、豊かな未来社会、安心安全な未来社会、生きがいのある未来社会、透明性の高いガバナンス、この4つをマテリアリティとして定義をしています。これを定義をすることで、我々が何のために仕事をするのかを考え、また、日々の仕事を単なる作業から付加価値へと変える、そんな意識改革の礎となるものです。我々は事業を通じて、あらゆる社会課題と向き合い、様々な取り組みを行いながら、解決に向けて取り組んでいます。皆さんご存知の通り、今や IT は
我々の生活になくてはならないものになっており、それを担う情報サービス産業は、社会や暮らし全般を支える基幹産業へと大きく成長しました。そんな中、当社は法人のお客様を主なターゲットにしており、お客様を通じて皆様が生活をする上で欠かせない様々なシステムの構築に携わり、社会課題の解決を図っております。当社はシステムの企画提案から設計、開発、運用保守まで一気通貫でサービスを提供するシステムインテグレーション企業です。ここからは先ほどご説明したマテリアリティに対して当社が事業を通じて解決してきました社会課題のイメージについてご説明をしてまいります。当社は保険の子会社からスタートしたこともあり、売上の半分を生命保険、損害保険のシステム開発が占めています。様々な保険商品のシステムを取り扱っており、また保険の引き受けから契約管理、支払いに至るまで幅広く保険業務のシステム開発に携わってきました。そのため保険のシステム開発は最も得意とするところで、これまで長きにわたり皆様に安心安全をお届けしてまいりました。そして保険を基軸に証券、銀行にも範囲を広げ、その範囲は有価証券の売買や FX 取引、デリバティブ取引、暗号通貨取引等、開発エリアは多岐にわたっています。また、銀行の情報系や市場系のシステム開発も多くの実績があり、豊かな未来社会を作ってまいりました。その他金融では、カードクレジット系の入会審査や予診審査、ポイント管理、また共済系のシステム開発も手掛けてまいりました。また昨今ではカードの不正利用も多く見られるようになりました。当社は不正を検知するシステム開発を通じて、皆様が安心して暮らせる社会づくりに貢献をしております。非金融分野では、通信や公共、医療福祉等、幅広い業種を手掛けており、こちらはテクニカルな思考で案件を受注しています。傾向としまして、DX の進展に伴う社会情勢の変化から、AI やクラウドといった先端系の技術やデータ分析などの売り上げが大幅に伸びております。こういった側面からも、今後もより豊かで生きがいのある未来社会の実現に向け貢献してまいります。こちらが業績の推移です。業績については、市場が活況なこと、そして技術者も質、量ともに大きく増強できていることから、今のところ今期も最高業績を更新できる見込みです。続いて、当社の強みについてご説明をいたします。まず、当社は設立以来、金融コア型経営を実践してきたため、売上の75%を金融が占めており、特に金融の業務システム開発に強みを持っております。おかげさまで、お客様からは、金融に強い TSS というお言葉をいただいており、長年にわたる信頼関係に基づいて、開発のご依頼をいただいております。2点目は、強固な顧客基盤にあります。多くの優良なお客様と、継続的、安定的な取引をさせていただいております。生損保を中心としたエンドユーザーとの取引が多いことに加え、主要なメーカーや SIer とパートナー契約を結んでおり、戦略的な互恵関係を築いています。続いて、
東方生命の関連会社であったことから、金融を中心とした業務知識と IT 技術の融合をテーマに、資格の取得に力を入れてまいりました。金融系の資格は延べ370資格、IT 資格は延べ1491資格取得しております。また、大規模プロジェクトに必要なプロジェクトマネジメント力や、開発、営業に必要なコミュニケーションスキルの向上も図っております。続いて、企業価値向上の源泉である人的資本については、新しいスキル体系の構築に加え、タレントマネジメントシステムの導入により、一人一人の社員に応じた成長機会を創出し、事業成長を確かなものにしてまいります。また、D&I 推進を図る目的で、この度、女性活躍推進企業として、エルボシ認定を取得いたしました。続いて、当社の継続的な伸長の要因についてご説明をいたします。長きにわたり、金融を中心に、業務のコアとなる領域を担ってきたことから、お客様から継続的かつ安定的にお任せいただいている領域が相当な割合ございます。さらに、昨今では事業ポートフォリオの変革を進めており、非金融領域においてもこういったストック領域が伸びています。これらの安定基盤を確保した上で、その他の新しい事業領域に対して積極的にチャレンジできていること、これが当社の最大の強みと言えます。続いて、さらなる成長に向けて当社の成長戦略をお話しいたします。まずは、昨今の事業環境の変化を見てみたいと思います。経済産業省から発表されている DX レポートにあるように、レガシーシステムの刷新は待ったなしの状況です。ポストのトップシェア企業である富士通が2035年にはサポートを終了することから、マイグレーション需要が今後も継続する見込みです。さらに、2030年には79万人の IT 技術者の不足が想定され、あらゆる領域でより生産性を高める必要性があり、IT 業界においても人に依存しないサービスビジネスへの転換が求められています。また、生成 AI やクラウドの発展は凄まじく、これによりデータの利活用が加速をし、社会課題の解決や新しい事業が生まれます。さらに、企業においては経済的な価値だけではなくて、環境や社会に配慮した事業を行い、持続可能な未来社会を構築する責務があります。これらのニーズの高まりは、確実に我々 IT 業界にとって追い風となり、我々の未来は非常に明るいと言えます。そんな事業環境の変化を捉え、当社は戦略基本方針として4本の柱を定めています。1つ目は、トラディショナル IT ビジネス、TIB と呼んでいますが、こちらはお客様の大切なソフトウェア資産をレベル高く維持管理することです。2つ目はデジタル IT ビジネス、DIB と呼んでいますが、こちらはお客様が新たに構築する付加価値サービスの支援です。3つ目はクリエイト IT ビジネス、CIB と呼んでいますが、こちらは自分たちが生み出すサービスでお客様や社会に貢献をすることです。最後は経営基盤の強化で、こちらは DX 人材の育成、株式流動性の確保、ガバナンスの強化、サステナビリティ推進です。こちらのグラフは先ほど説明した TIB、DIB、CIB の将来に向けた事業規模をイメージ化したものです。TIB も伸ばしていきますが、DIB、CIB の方が
事業拡大に向けたインパクトが大きく、こちらを優先して伸ばしていきたいと考えております。そして右側には、これを実現するために7つの重点施策を掲げており、以降この7項目についてご説明をいたします。まず、開発力の強化については、DX 開発推進センターの徹底活用に注力をし、そして事業ポートフォリオの変革では、DX が活況な非金融領域の拡大を継続的に図ってまいります。また、クラウド、AI、アジャイル開発といったデジタルビジネスに注力するとともに、クラウドによる運用サービスの構築に加え、海外プロダクトの活用をベースに、今後も研究開発投資を行ってまいります。経営基盤の強化では、社内の IT 事業投資とともに、M&A の検討を積極的に行ってまいります。6点目、7点目については、今年1月に適合したプライム市場の継続的な上場維持に向けて、広報 IR の強化や株主還元に力を入れるとともに、持続可能な未来社会の実現のための施策を継続的に行ってまいります。ここからは、さらなる成長戦略に向けた施策、トピックスについてご説明をいたします。こちらは、社会情勢を分析し、一昨年に設立した DX 開発推進センターです。当部署では、お客様の課題解決につながる様々な案件を受注した後、それらを自社内に持ち帰り、集約し、効率的な開発を行うとともに、若手社員を中心に DX 開発技術者の育成を加速させております。これにより、生成 AI やクラウドといった DX 案件の受注と生産の好循環を生み出し、売上高及び利益の確保を図っています。また、当組織では、お客様向けのビジネスだけではなくて、社内における業務改善や生産効率を目的として、様々な研究開発を行っております。今後も自社サービスの質を高め続けるべく、継続して進めてまいります。次に、この度、日鉄ソリューションズ株式会社と資本業務提携契約を締結しましたので、ご報告をいたします。両社が互いに強みとする事業領域及び付加価値サービスを生かし、組み合わせてまいります。それにより、お客様への質の高いサービスの提供と DX 推進を加速させ、社会課題を解決し、社会の発展に貢献していくとともに、より一層企業価値の向上を目指してまいります。続いて、当社として新たな価値の創出機会と挑戦を図りたく、セールスフォースパートナーになることを決定し、この度パートナー認定されました。これにより、お客様へ新たな付加価値や質の高いサービスの提供を加速させ、より一層の企業価値向上を目指してまいります。さらに、成長していく要素に必要不可欠なのが M&A の推進戦略です。当社は過去、M&A により上場、くら替え等の成長促進を図ってまいりました。プライム企業の中でも、より成長し、高みを目指していくために、図のような推進戦略を描いております。当社は、将来、売上規模500億を目指して、そこに向けて積極的に M&A を推進してまいります。続いて、当社は、人こそが財産であり、今後の成長の促進に人材は不可欠です。多様な人材が集い、挑戦機会の提供につながるよう、ダイバーシティ&インクルージョンを推進してきました。昨年においては、当社生え抜きの女性取締役が誕生するとともに、女性の活躍推進を目指し、
エル星認定2つ星も取得しました。今後、女性社員の割合、女性の管理職の割合を増やしてまいります。D&I は、経営基盤の強化と未来の経営人材の育成といった観点からも、とても重要な戦略の一つです。また、この度、人的資本投資の一環として、全社員を対象に譲渡制限付き株式を付与することを決定いたしました。昨今の貯蓄から投資への流れの中で、社員の財産形成を後押しするとともに、全社員が会社や株主の皆様と目線を同じくすることで、価値の共有を図り、より一層の事業成長を図ってまいります。最後に、真のプライム企業であるために、当社は持続可能な未来社会の構築を目的に、サステナビリティ経営を推進しております。その指標の一つをご説明をいたします。この度、サステナビリティ評価機関の一つである CDP から、マネージメントレベルである B マイナス評価をいただきました。昨年度からワンランクアップしたことになります。また、この度、温室効果ガス削減のために、非化石商社を購入し、再生可能エネルギー化による CO2 削減を実施いたしました。その結果、当初、2030年に掲げていた削減目標を前倒しで達成する見込みとなりました。2050年のカーボンゼロについても前倒しで実施することで、さらなる社会的価値、環境的価値の向上に努めてまいります。最後に株主還元についてお話をさせていただきます。当社は長期かつ安定的な株主還元と会社の事業の維持、拡大に向けた内部資金の確保の2つの観点で経営をしております。将来の事業拡大こそが還元にもつながるとの考えから、成長に対する先行投資を優先させていただくこともありますが、今後も事業環境の変化を的確に捉えて、株主の皆様へ積極的に還元させていただきたいと考えております。そこで、昨年、株主還元施策の一つとして、株式分割並びに増配を実施いたしました。具体的には、普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割を行ったこと、そして年間の配当については40円を据え置くことといたしました。これにより、年間配当は実質20円の増配となっております。こちらは過去の配当実績となります。長期間にわたり安定的な配当を行っています。配当成功は40%程度を目標としておりますが、今期の配当成功は68.8%の見込みです。株主の皆様あってこその当社であり、今後も引き続き継続的に努めてまいります。また、昨年はご覧のような株主優待制度の拡充も行いました。100株以上保有する株主の皆様に2000円のクオカードを差し上げております。実質的な利得にフォーカスしていただくために、総合利回りについて例を挙げてご説明をいたします。仮に100株を保有していただいた場合、年間配当金額4000円、株主優待2000円を合わせ、実質利得総計は6000円となります。仮に1株当たりの株価を1200円としますと、総合利回りは5%となります。関連しまして、当社株式の資産価値についてお伝えをいたします。2023年の第8回では、当社の株価は分割後換算で668円程度でした。それが同年7月末日の資本政策のリリースをきっかけに、9月8日には年初高値の
1440円となり、また現時点においても資産価値はおおむね2倍となっております。今後も株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、より多くの方々に当社の株式を保有していただけるよう努めてまいります。最後に、プライム市場上場維持基準の適合についてお知らせをいたします。これまでご説明してきたように、様々な株主還元施策を打たせていただいたことにより、唯一基準に抵触をしておりました1日あたりの株式平均売買代金が昨年末でクリアをし、これにより正真正銘のプライム市場上場企業となりました。応援してくださる株主の皆様に感謝を申し上げますとともに、今後もさらなる企業価値の向上に努めてまいります。以上、当社の概要を説明してまいりました。IT 市場は刻一刻と変化をする中で、大変活況な状況にあると認識をしています。先を読み、戦略を練り、投資の選択と集中を行いながら、足元の業績を確保していくとともに、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。今後ともご支援いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。以上をもちまして、個人投資家向け IR セミナーを終了します。長時間にわたりご視聴いただき、誠にありがとうございました。